にちは。こんにちは。はい、今日はですね、川地さんと、はい、ね、いつもプロ野球ニュースでお世話になっている川地さんとお伝えしたいと思います。お願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。まず、まあ、DeNA が負ければ大手がかかるということで、はい、でまあ今日はもう満を持して東を持ってきたということでね、故障上がりですよね。故障上がり、はい、まあどういう何回ぐらいまでどういうピッチングができるのかっていうのがもう未知で、ちょっと全くわからない、はい、まあ、状態でまあスタートするわけですけども、はい、まあ DeNA の方は、DH に、オースティンを使ってきたという。戻ってきましたね。戻ってきた、はい、戻ってきたけど、あ、 DH なんだと思って、はい、まあ、最初フォードを使うのかなっていうふうに思ってたんだけど、はい、まあ、DH オースティンで筒香をレフトに入れて、佐野がファーストというね、うん、あとはこういつも通りのこう打順を組んできたんだけども、ソフトバンクの方はやっぱこう近藤をね DH に入れてきて、はい、まあ、1番にダウンズ、あとはそんなに変わらないかな、まあ、シュートを上位打たしてたのを今日は9番に持ってきたという。この3連戦は DH 制なんですよね。まあ、そうですね。そこがちょっとね、まあ、一つね DH がね、あの鍵になるかなというふうに思ってたんですけども、はい、まあ、オースティンでフォードを使ってくると思ったんだけど、はい、やっぱ足の具合がねちょっと悪いんでしょうね、うん、はい、ということで、まあ、初回からちょっと振り返ってみたいと思いますけども、はい、まあ、相手ピッチャーは、チュワットジュニア、そうですね、はい、まあ、球の速い、でもまあ桑原やっぱこうまっすぐにはついていくなっていうようなね、はい、まあ、感じでライト線にツーベースヒット、いきなりこのシリーズ触れてますよね。まあそうですね、はい、で梶原が送って、はい、で牧、まあ、内野ゴロでもう1点あげるよっていうような守備体系だったんで、まあ、ショートゴロを打って、まあ、桑原が帰ってきたと。まあ、DH のその後にオースティンもヒットを打ったんだけども、まあ、点にならずということでね、うん、まあ、初回なんかこういい感じで先制をしたなという、まあ、そういうね、まあ、桑原が引っ張ったなという感じがしましたよね。3戦目で初めて DeNA が先制点を取れたんですよね。そうですね、取りに行ったんですよね、まあ、取りに行ったというか、やっと取れたというかね、はいはい、ということでその裏、はい、まあ、東の立ち上がりで柳田、2番の柳田、ワンアウトから、ショートへの内野安打、まあ、ここら辺がねちょっと雑だなという感じはしたんですけども、うん、森の守備がね、森ケイトですね、やっぱ送球がしっかりいってて、はい、内野安打だったらいいけども、うん、ちょっと送球が低投して、まあハーフバウンドになってファーストが取れなかったというような形になって、はい、で栗原がつなぐ、うん、これでワンアウト二塁一塁です、ね、そうですね。で続く山川、はい、ショートゴロ、あ、ダブルプレー、はい、よし終わった、DH の近藤に繋がらないっていうふうに思ったら、はい、ちょっとファンブルがあって、はい、森のね、はい、で一つしか取れなかったと、うん、セカンドの封殺しかできなかったという、まあここでゲッツーを取っとけばね、まあ、あの東の負担もちょっと減ったと思うんだけども、はい、で近藤に回って、近藤がやっぱり集中してるな、集中してるというかバッティングが違うというか、はい、やっぱこう東の特徴である変化球を待って打ち返したというね、うん、これでタイムリーヒットで同点になったという、はい、ね、まあちょっとこの点の失い方がね、ちょっとミスがらみで点が失った、はい、それで同点になったんで、うん、ちょっとやっぱソフトバンクのペースになるかなと思ったんだよね。初回から、ね、両チームともに点を取って、そうなんですよ、これ今までとちょっと違うシリーズになるのかなみたいな、ちょっと打撃戦、ね、そう、なんかこう活発に動いてくるかなっていうような感じがしたんだけども、まあ結構立ち直ってきて、まあ、3回、はい、スチュワート・ジュニアがちょっとねおかしくなる。これなぜおかしくなったかというと、森がセーフティーバントの構えするんだよね。さっき揺さぶってましたよね。よ、そう、はい、揺さぶると、はい、やっぱりこう自分の苦手な分野なんだろうね、バントやられたら、うん、だからこう投げ切る前にマウンドを降りようとするから制球が定まらない、うん、はい、それによってフォアボールになった。で桑原の時もバントの構えとか見せながらフォアボールを取った、まあ、ここら辺は見事だったんだけども、ノーアウト1、2塁、まあ、梶原に当然バントだろうなと思ったら、はい、なかなかできないんだよね、これがね。送りたい
場面ですね。いやもう絶対送りたい、いやだけどまあ球威があるから簡単ではないけども、はい、なんかこうボール球をやったりとかもしてたんで、うん、あこれはいかんなと思って追い込まれて打たしに行ったら三振と、はい、まあここら辺はちょっとまだ若いなという感じがしたけどもね、はい、で、マキオースティンというふうに、うん、まあ連続三振を食らうと、はい、まあ、結局三者三振でフォアボール2つもらったんだけど点にならなかったというね。ここは隙があっただけに DeNA からするとどうなのかなこの後って。いやこれはこういうところをやっぱものにしてないと、はい、やっぱ流れは変わってくるかなという感じがしたんですよね、はい、でそれで3回、ワンアウトから、栗原がセンター前ヒット、はい、で山川近藤でつながる、これ前の回が前の回 だ,、はい、だっただけにすごく流れがあるよね、はい、だから嫌だなと思ったんだけども山川を低めの変化球でチェンジアップだったかな引っ掛けさせて、643のダブルプレー、まあ、ここら辺を見てあ森は足の心配もゲーム感も全く心配ないなっていうのがちょっと分かったような気がしました。ここは結構キーになるプレーだった、いやだっ、2だったと思いますね、はい、で4回、はい、筒香が、初球のまっすぐをツーベースで宮崎を歩かせるストレートでね、スチュワートジュニアがで佐野、戸柱でね、この佐野のバッティング積極的に行くのはいいんだけど、はい、やっぱ制球がちょっと乱れてるんだよね宮崎の時に。あなるほど、はい、だから無理して初球じゃなくても初球のね多分狙ってもないカーブに手を出して、ボンダをしてるわけね、はい、いやだからここら辺ちょっともったいないなと思ったら戸柱も初球を打って、まああの佐野の当たりがピッチャーゴロで1、2塁が2、3塁になるんだよねワンアウト、はい、で戸柱の場合は、チャンスが広がったような形になったんで外野フライでも1点でね、だからまあ初球行くのはいいんだけどここら辺がね少し淡白に見えたね、うん、だからもう少しまあ佐野がじっくり行ければもっと違った攻略ができるのになと思って、でここでも点にならないわけよ、で押せ押せで行ってるんだけど点にならないとすごく嫌だなっていうようなね、3回4回とノーアウトで結構大きなチャンスがあって、取れなかったってことですよね。そうだね、はい、で4回はあの特にワンアウト2、3塁まで行ってるだけに、はい、ちょっともったいない攻撃やったなと思ってね、で4回、で今宮が、ワンアウトからツーベースで出るんですね、はい、で、正木、甲斐ってつながるんだけども、まあ、ここら辺は無難にね打ち取った。ただやっぱこうなんていうのかな、東は先頭打者を出さないよね、はい、ワンアウトからチャンスは作るんだけども、先頭バッターはきっちり抑えていってるから大怪我をしないでここまで来てるという、うん、ね、東今日どうだったですか、立ち上がりから、立ち上がりから中盤あたりですよね、まあ、まあ立ち上がり1点は失ったんだけども、はい、これはあの東が悪いんじゃなくてちょっと守る方が悪かったということで、だから終始落ち着いてたし、あのまっすぐも走ってたし、あの非常に安定感はありましたよ。あ、うん、だから安心して見てられた。怪我明けっていう感じがそんなにこう伝わってこないというか、うん、伝わってこないというか、もう堂々と投げてたというか、はい、まあ、そういうことも感じさせないぐらい堂々と投げてたよね、はい、で、スチュアートジュニアを4回で諦めた、はい、ね、で大津になる、でいきなり桑原がやっぱ3回4回ってチャンスを潰してる、そういった悪い流れをもう一発回とホームランでちょっと打ち消してくれたんだよね、はい、で続く梶原もセカンドへの内野安打、そしたら牧とオースティンに連続フォアボールでノーアウト満塁なんだよね、はい、続く筒香がライトへ、あ行ったと思ったんだけど、フェンスいっぱいのところで柳田がジャンプ一番、もう大ファインプレーだったと思うけども、素晴らしいプレーでしたね、ね、はい、で梶原がタッチアップして、もう1点追加、はい、しかしセカンドの牧がタッチアップしてないんだよね、あの飛球でやっぱり豊さん行きたい、三塁はやっぱり最低行っとかないとっていう、いやノーアウトだっただけに行かなきゃいけないし、はい、これがワンアウトだったらまだ許されるんだけど、はい、ノーアウトだったらやっぱタッチアップで十分なんだよね、
そうですね、うん、そしたら宮崎のレフトフライでもう1点追加になってるわけ、はい、いやだからここら辺の攻撃はちょっと雑だったなと思って、見えない、まあなんというか DeNA としては、ね、もったいないよね、はい、ちょっと雑に感じたよね、はいはい、まあ、ただしやっぱこうホームランと犠牲フライで、まあ、2点を追加できたっていうのはすごく大きかったね、はいはい、で6回ソフトバンク、はい、ね、ワンアウト、やっぱりワンアウトから近藤がセンター前ヒット、今宮がセンター前ヒット、これつながるんだよねここら辺は、はい、で正木海、これがまたあの凡打なんだよね、はい、アウトを取れたという、うん、だからまあ、東は7回105球、10安打打たれても4つの三振1失点ということで、はい、初回の1点だけですよね、ま、そうそう、まあ、はい、見事にねあのゲームを作ってくれたというね、はい、で8回、杉山にピッチャー変えるんだ向こうがね、はい、で先頭打者宮崎フォアボール、代走林で佐野倒れて、戸柱高め抜いた変化球を、右中間に、ヒットし、ツーベースヒットし、まあ、林を迎え入れるという、まあ、こういうことであとは伊勢森原をつないで、まあ、逃げ切るという形になったんだけども、今日の総括としたら、はい、やっぱねソフトバンクはね8四球出してるんだよね全体的に、はい、で東は一つのフォアボールも与えてない、でも10安打を打たれてるんだけども先頭打者を出してないんだよね、うん、だからここら辺がやっぱさすがだなというふうに思うし、はい、スチュワートジュニア力はあるんだけど先頭打者とか出してるし、でフォアボールとで大津も変わりっぱな、打たれてからフォアボールフォアボールとか、うん、だからこうチャンスっていうかチャンスを勝手に上げてるというようなね、はい、まあそういうゲーム運びだったかなという感じがするよね。でね、これ1戦目ソフトバンクは2個フォアボールが相手に与えたのが、はい、で2試合目は1個、それで勝ってきてるんだよね、はい、やっぱ強いチームでもやっぱこうやってフォアボールでピンチを広げたりミスが続くとやっぱこういう試合になるんだなっていう。で DeNA の方は東がいい見本を見せてくれた、やっぱフォアボールっていうのを出すとやっぱこう相手が強い、相手が優秀なバッターが多いだけに、はい、こうそこの隙を突かれるというかね、うん、まあ、そういう感じがしましたよ。伊藤、うん、さん、今日はの、まあ、1対1で、はい、まず ホークスの方ですよね、はい、ソフトバンクの中継ぎ陣、はい、例えば大津、はい、岩井、はい、でその後前田来てますよ、はい、これシリーズ初登板のピッチャーですよね、はい、この競った展開でこういう今まで大舞台経験してないピッチャーをつぎ込んでくる、このあたりのこうソフトバンクのなんていうんですかね、いやまあしたたかさだろうね、なんかこのシリーズの作り方みたいな、そうそうそう、いろいろなんか織り交ぜられてるような気がして、だから今日負けたとしてもやっぱこの雰囲気をつかんだっていうのは後につながるし、あのやっぱ誰が使える使えないかっていう見極めにもなったと思うんだよね、はい、だから前田なんか最高に良かったよね、左のこの2イニングスはでかいですよね、いやこれはね、はい、やっぱこう優秀な左がやっぱこう、うん、DeNA も多いだけにやっぱここら辺はやっぱこう前田を これから使ってくるなっていうような、はい、感じはしましたね、それとやっぱ大津というよりも岩井の方がやっぱ先に来そうだし、はい、うん、だからまあそういう面で言えば DeNA の方はもう爆発を踏んできてるからね、はい、だからこういう慣れっていうのもあるし、うん、まあ明日取ったら本当に分からなくなるし、明日から多分左が多分続くと思うんだよね、明日の予告先発っていうのが多分もう出てると思うんだけども、はい、先ほど見たらまだ出てなかった、まだ出てなかった、もう出てていいですよね、もう出てていいと思いますよ、はい、明日左ですか、多分 K と誰かじゃないかなと思うんだけど、石川と K、 石川と K ね、はい、やっぱまあ、K がフォアボールの多いピッチャーだけに、はい、だからどんどんそうゾーンの中で勝負できると面白いし、はい、まあ、石川のその変化球だよね、うん、後半こうずっと負けてないというやっぱ運を持ってるし、はい、だからまあ明日はこうなんていうのかな、ある程度動きのあるゲームになってきそうかなという感じがしますよ、
まあ、このシリーズ3戦目で、はい、DeNA が初めて相手の先発から初回に点を取ったってい う、はい、それをまた明日石川修太相手に、はいはい、そういう野球ができるのかどうかっていうのは、まあ、しなきゃいけないよね。やっぱどんなピッチャーでもやっぱ立ち上がりって言うじゃない、はい、やっぱ立ち上がりを攻められるとやっぱ相手のピッチャーというのはリズムも乗れないし、はい、だからそういう意味ではやっぱこう K も同じことが言えるんだけども、はい、やっぱ序盤3回までにどういうつかみをするのかっていうのがやっぱ勝負のポイントかなっていうふうに思います。今日は東が7回投げてるじゃないですか、はいはい、っていうことが中継ぎを結構温存できてるんで、そう明日明後日の福岡での残り2試合これ中継ぎピッチャーというか、いやもうフルに使っていくと思う、バンバンもう惜しげもなく使っていくと思うし、はい、だから今日でも中川使うかなと思ったけども、はい、やっぱちょっと温存させたし、だからそういう意味ではロングいけるしね、はい、だからまあ明日からまた面白い試合が、期待できると思いますよ。楽しみですね。はい、楽しみです、はいはい。